はようございます。おはようございます。監督就任されてから対外的なこうイベントじゃないですけど初めてですかね。対外的なのはそう今回が一発目で。どうですか。え？ちょっと硬いですね。一発目一発目。どうですか心境は。いや心境はもう気合い入れてバシッと頑張ります。硬いですね。ちょっと慣れてないんだ。硬いですね。まだ慣れてないですね。ちょっと慣れてないからもうちょっと時間ちょうだい。沖縄さんの監督就任ってことでもう50社ぐらい来てるんで。謝罪会見。ちょっと足りないですね。お待たせしました。はい。もう喋ることも決めてるんですよね。全部。3週間ぐらい前から考えてる。3週間前。その前決めてた。いや、まあそうですね。その前から決めてないです。景色でさ、いつもこういうあのカルマエザを見ながら試合で勝った時も負けた時も今までいい時も悪い時もこの景色を見ながらみんなでミーティングさんにパワーをもらってカルマエザが初めて聞きましたえ初めて聞きましたけど本当はいカルマエザのあの工場の煙突見ながらこっちも今日もやってやるぞみたいな気持ちで噛まないように気をつけないと最初チェックとかいらないですかもう俺の中でも決まってくるからああ大丈夫ですいいんだよ こっちでは大事なもしや外見じゃないこっちこっちお前大事なのかな一番最初の VTR をそろそろお願いしますはいまたちょっと急に日程変更をしまして申し訳ございませんでした。まあ、すでに公表してます通りですね、今期から監督取りの梅越一郎郎という、まあ、菅監督は、まあ、さっきで、終了ということですけども、まあ、4年間、しっかりですね、チームを作ってもらって、チーム力も随分向上したというふうに思っています。特にその何かがあったから変えるということではなくですね、私の気持ちとしては、まあ、なんですかね、任期満了というような、そんなようなイメージでの交代というふうに考えています。チームを作っていく上でですね、時々こう新しい考え方、そういうものを取り入れていくというのがいいのかなと。まあ、そのためにはやはり、人が変わっていくというのが一つの方法だというふうに考えています。この2名は、数年後に一緒にチームを作ってきました。いいところは踏襲してもらってですね、その上で今申し上げたように新しい考え方を取り入れていってほしいなというふうに思っています。皆さんおはようございます。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今シーズン、監督を、務めさせていただきます上野です。よろしくお願いします。まずチームとして竹松社長から、就任のと伝えられまして、まあ、気持ち的には本当に一生懸命やるだけだなっていうのと、あと正直不安もあります。これだけの素晴らしい選手が集まっている、また前身のチームも含めて考えるとやはり伝統のあるチームでの監督なので正直不安もありますがワクワク感もあります。このチームをどういうふうに小川コーチと、力を合わせてやっていけるかっていうことに対してはすごいこう楽しみもありながら不安もあるのが今正直な気持ちです。ただ任されたからにはやりきる、あとやっぱりみんなで成長していいチームを作っていきたいなっていうのは今すごく強く感じているところです。で、私自身そのゴールキーパー出身でなかなかそのゴールキーパー出身の監督っていうのがそんなにいないとは思うんですけれども、まあ、そこも新たな挑戦だと思いますし、自分自身のまたキーパーだった目線っていうのもいい意味でチームに還元できたらなっていうのがあります。あともう一つ、その大阪出身で大体やっぱりアイスホッケーっていうのはこう北の方のスポーツだと思うんですけど、今までのホッケー界と
まあ、私が育ってきた環境のホッケー界のこの価値観とかものの見方っていうのはちょっと違ってたりする部分はあるかなと思うんで、そこもチームにしっかり還元できればなっていうのは思ってますので、そこも含めていいチーム作りを今シーズンはさせていただきたいなって強く思ってます。よろしくお願いします。おはようございます。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。私は引き続き、まあ、コーチという形で今シーズンコーチとして5年目となります。まあ、私自身は苫小牧出身で、小さい頃から王子製紙のアイスホッケー部というところを常に身近に感じて憧れの存在として見てきた中、まあ、コーチとしてこのチームに携われることはすごい光栄に思いますし、まあ、そこでこう自分自身が活躍の場を与えられていることに対してこうしっかりと結果を出したいという強い思いを持っています。まあ、私自身がまあコーチになった頃からまあ考えは変わらず、選手たちの持っている強みを存分に発揮させてあげる、そのための道筋を作る、そういうことに対して選手自身がしっかりこう課題を克服して成功に持っていけるような、そういうところにしっかりとアプローチして、結果的にそれがチームの勝利に結びつくと思ってますし、私自身の役割としてはチームが勝つというところと、チームがしっかりと成長する、そういう場を作るというところが私自身の与えられた大きな役割だと思っているので、そこをしっかりと全うしたいと思います。ありがとうございます。最後に次に冒頭に作らせていただきたいと思います。前任の菅原監督がやってきたホッケー、そこを土台に細かいところ、例えば深くこう下がるとか、ちょっとした細かいところがやっぱりいい癖付けですね。そこをやっぱり追求していきたいなと思います。まあ、もちろんしっかりとしたまず守りから、その中でしっかり攻撃につなげる、ただその攻撃もそうなんですけど、もちろんその型にはまったことっていうのはすごい大事だと思うんですけれども、それプラス最後は選手のこう想像力を持った攻めをしてもらいたいなっていうのはあります。2人でやるってなった時には、あ、2人かって思いましたけど、まあそこはしっかり力を合わせて、まあ、役割をある程度分けてやっていこうと思ってますけど、チームとして成長するためには常にいろんな視点からいろんなアプローチする必要があると思っているので、そこが今まで3人の視線でアプローチできたところ2人になるので、まあ、よりこう自分たちの役割というところが大きくなるなというところを感じています。そうですね、まあ、ホッケーの例えば攻めですとか、まあ、そういう大まかなシステムとかはですね、小川コーチの方が私よりやはりその辺は専門的に知識も高いですし、ある程度お願いはして、守りの方はまあ私キーパー出身なんで、まあ、自分の強みを生かして、まあ、そういったところを引き継いでやっていきつつ、ディフェンスに関してはまあ2人でいろいろと話して出していければなっていう、今はそういうふうに考えてますけど、やはり昨年戦って感じたのはいろんな面で差があるなっていうのは感じました。でそこは何なのかなってなったら、一番最初に多分お伝えしたと思うんですけど、最終的にはやはり選手自身が考えて、じゃあどういうふうなプレー選択をした方がいいか、そのためにはまずしっかりとシステムの理解ですとか、まあ理屈ですよね、ホッケーってこういう風になってこういう風になるとっていう理屈をやっぱり選手が理解してもらって、その上で細かいディテールですよね、そういったところにもこだわってもらった上の主体性をやっぱりしっかりと、そこを上げないとチームの成長はなかなか難しいかなと思って、まあそこしっかり注力してやっていきたいなっていうのと、あとはチームなんで、まあ、もちろんホッケーがすごい一番大事なんですけど、それと同時にやはり人間力をすごい上げてもらいたいんですよ。まあそれ私たちも含めなんですけど、やっぱ常に人って成長していかないとダメだと思うんで、だそこの人間力も私たちスタッフも含めて選手もチームとしてしっかりそこは成長してもらって、プラスホッケーもあってアニャン戦にぶつけたいなと思います。まだまだいろんなことやっていかなければいけないんだろうなというふうに思ってますし、まあ、昨年やったのと同じようなことももちろんあるでしょうし、まあ、もし新しい試みで面白いものがあればですね、それはどんどんやっていきたいなというふうに思っています。まあ、ただそういった運営側のね、いろんな努力ももちろんあるんですけども、まあ、やはりその
チームがやっぱりいい試合をするというのが基本になると思ってますので、まあ、その辺はこの2人、まあ、もちろん宮原選手ですけど、それを束ねるこの2人にですね、期待するところだというところです。全日本選手権リーグ優勝が、まあ、もちろん目標ですけど、最大のやっぱり目標はチームとして成長ですね。チームとしてもそうですし、選手としてもそうですし、人間としてもそうですし、やっぱりそこが最大の私の中での目標ですね。成長してもらう、まあ私たちも含めなんですけど、いろんな人にやっぱり接してほしいですね。でいろんな人の価値観に触れてもらって、あ、こういう考え方もあるんだなって。どうしてもこうホッケーやってるとホッケーだけに凝り固まってしまうと思うんですよね。ただやっぱそうじゃなくて、いろんな人が多様性の価値観があったりとか、まあ、ダイバーシティがあったりとか、そういったことがあると思うんですけど、まあ、そういったところもこれからやっぱり選手にも求められているところだと思うんで、まあ、そこも含めて、まあ、もちろんホッケーがすごい今の中心になってるんですけど、この中心プラスいろいろな価値観に触れてもらって、その中できっと気づきもありますし、学びもありますし、自分の中で深く考えるっていう癖をつけてもらいたいなと思います。やっぱり一番必要だなって再認識したのは、やっぱりフィジカルコンディション、走り続けられる体力であったり、まあ、ベースであるであったり、バトルの部分、そこの必要性というのはすごい感じてます。でやはりこの2シーズン結構ディテールにこだわって、システムの細部であったり、そういったスキルのところに対してアプローチを結構中心にやってきたんですけど、もっとそこだけじゃなくてボリュームをもっと増やして、で選手自身がディテールにこだわらなきゃいけないんですけど、もっとそこのベースの部分をグッと上げないと、まあ、今シーズンその圧倒的な結果を残すことできないかなと思うので、まあ、細かいところというよりはまずはそこの6月から陸上トレーニング開始する予定なので、まずトレーナーとそういったところをすり合わせながら、まあ、表情でもそこをうまく取り入れていって、まあ、開幕からちょっと昨シーズンよりも運動量の多いチーム作り、まずそこを目指したいなと思います。他に何かある方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。なければそれについて体験を終了させていただきます。最後に気にさせて取ると思いますので、最後お願いします。笑顔だとありがとう結構笑顔ですね、はい、以上をもちまして終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。喉カラカラだから見るのかな。もっとさらっと終わるのかなと思ってました。あんたの説明も長いんだ。すいません。やっぱまだまだやっぱそういうところなんですよ、足りないところは。いかがでしたか？とりあえずしっかりできたかなっていうのはちょっとありますけど、こういうのをどんどん重ねてうまくなっていって、自分自身も成長できるかなと思います。頑張ります。いかがでしたか？60点。冗談です。冗談です。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。60点高いことじゃないですか。監督の話でしょ。はい。自分の採点。あ、自分の採点。小栗君の採点のこと。僕は85点ぐらいいったかな。お疲れ様でした。辛口さんで頑張ります。ありがとうございます。